衆、おはよう三十。おはようございます。さあ、みなみな、もっと声を聞かせよう。もう一度参るぞ。みなの衆、おはよう三十。おはようございます。さあ、これよりは我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞を取り行う。その前に所注意じゃ。では清正。それでは、まず一つ目の願いでござるが、後ろの方に小さいお子がおったら、見えるところ前の方へ出してやってもらいたいという願いじゃ。こちらからは確認できるが、まだ後からやってまいったのもおるやもしれぬ。家族ごと出してやってもらいたいんじゃな。おらぬかな。今は良いよ。うん。さあ、続いて慶次郎。はっ。では、わしから願いは、後ろのものが見えるように、今立っているものよ、一番前に立っているもの、妻ぬが座ってほしいという願いである。できるだけ多くのものが見えるように協力願いたい。この左右のな、もう一度ずれると皆が座れるやもしれん。協力かたしけのうござる。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。立ってみたいと申す者がおれば、空いてる場所であったり後ろに下がってもらえるとありがたい。はい、さあ、また座ることができるようになっておりますので、ぜひともお待ちくださりません。さあ、見やすい位置でぜひとも我々の演舞ご覧くださりませ。さよう。よろしいですか。え、じゃあご主人たちもこちら前に出てくださいよ。さあ、牛尾様の正面の方もまだ空いておりますのでね、よき席が空いております。そうじゃな。座れる方ぜひともあちらの方にもお座りくださりませね。はい、協力かたしけない。ありがとうさんじゃ。では、おつき、おおよそ整い申した。さあ、みなみな、これより我らの演舞を存分に楽しんでまいれ。では参る。いざ出陣。わー、拙者陣月隊の東馬と申します。夏にございます。武将の方々をお助けするため、出陣我らの戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣月隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、本日の名古屋城も、はい、たくさんの方がお越しくださいまして、はい、嬉しゅうございます。誠に嬉しゅうございます。さあ、今からは、はい、我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞でございますので、ぜひ、はい、とも今正門からお越しの皆様、そしてあちら表にの門の方からお越しの皆様も、ぜひとも声が聞こえておったらお集まりくださいませ。はい、さあ、我らの姿が見えておる方、声が聞こえておる方、皆様お越しくださりませ。はい、さあ、今から演舞を行いますが、はい、我ら名古屋おもてなし武将隊は、はい、このような武将様6名、そして我らの足軽4名、計10名でこの名古屋城を拠点に日々戦場を駆け回っておりまして、はい、これからは太平の世を築き上げた、その戦国の世を駆け抜けた、かっこいい武将様のお姿が拝見できる演舞でございますので、はい、ありございます。ぜひとも最後まで、はい、発目してご覧いただきたいのと、はい、演舞の後にはそんな武将様との記念写真撮影会もございますので、はい、ぜひとも皆様最後まで存分にお楽しみいただきたいと思います。はい、さあ、皆様と共にこの演舞は楽しんでまいるものでございます。はい、皆様にも演舞に参加していただいて成立するものでございます。もしご協力くださりません。はい、さあ、どのようにご参加いただくのかと言いますと、勝ちどきというものに参加していただきます。勝ちどき。はい、演舞の中で挙げてまいります勝ちどきでございますが、はい、戦勝祈願、勝ち戦を願うものでございまして、武将様の勝ちどきじゃそれの号令に続きまして、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと、みたび拳を上げるものでございます。
こちらに皆様ご参加いただきますのでご協力くださりませ。よろしくお願いいたします。はい、さあでは練習してまいりたいと思いますので、皆様右手の拳をご準備くださりませ。さあ右手の拳でございます。練習の時は武将様に代わりまして、はい、トーマさんが勝ち時じゃそれと声をかけますので、トーマさんに続いてえいえいよと3回お願いいたします。はい、さあこちら皆様ご参加いただかんと武将様に怒られてしまいます。さようにございます。さあ皆様元気よく参りましょう。お願いいたします。では参りましょう。はい、皆の者勝ち時じゃそれえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、もっと元気よくお願いいたします。はい、さあ我ら名古屋をもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の集団。本日は元気という天国の生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。世は太平なり、その暮らし楽にある。民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。故に方々は蘇る。戦場にございます。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。では刑事、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。日の本の国、平成の世の合戦場にございます。面白い。皆の者出陣じゃ。忠義を尽くして城を築く加藤清正。
様のため戦場を駆け抜けし日々があった。天下がいかに移ろうか忠義一徹そびえ立つ石垣は我が思いの高さとわしが加藤清正である。いや我欲を捨てし弁明の将織田家先鋒にして加賀前田家当主前田利家信長様の夢を引き継ぎこの国を整えたんじゃ。そして源田演武となる徳川家康公が作りし言葉武器を伏せて太平の世とする。この時代でもその精神は続いておる。ですが今もまさに戦国太平になれど皆様も苦しい戦をよう戦っておられると聞いております。故に我らの話を聞け。戦国の世の我らがどう戦いどう生きたのか。今日は何の話じゃ。はっ長篠の戦いにございます。さようか。皆の者をしかとその目に焼き付けよ。1575年武田軍は失った領地である三河の最小悪を目指す。そして三河の国長篠城をめぐり織田徳川連合軍3万8000と武田軍1万5000とが激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い前田利家の巻。利家様お忘れください。悪魔神社過ぎたことでございます。利家様。いやお待ちを。なんじゃ急いでおるのじゃ。はそのようには見受けられませんでしたが。これがわしの最速じゃ。遅くねえ。失礼いたしました。あ、それよりも此度の戦大層な武功をあげられたそうでございまするな。さほどでもない。謙遜されますな。よい信長様の信頼やつけさっさ成政様と共に鉄砲隊を任せられ勝敗の親友を決されたとか。さすがは利家様。清正様それを言ってはダメでございます。何がダメなんじゃ。何がと申されましても利家様の家臣である村井又兵衛殿も信長様に大切とされたそうで、これも利家様の日頃の訓導の賜物にございまする。清正様何でございましょう。鉄砲隊は確かに戦場の雌雄を消した。じゃがそれはさっさの舞台じゃ。向こうは焦ってわしは一人槍を持って敵陣突入。槍を振るうも吹かれようってしまった。さようでございましたか。しかもじゃ動けなくなっておるところを我が家臣村井又兵衛に助けられる始末。信長様にもこっけりとしておられた。どうじゃ大した向こうじゃろう。
了承もいたしました。失礼つかまつります。どうも。貴様様、最後までお付き合いください。ちょっと帰るから。良いではないか。もう一度付き合う。良いか。成政の黒幌衆の方が我が赤幌衆より格上であると申す者がおると聞くが、あれはそうではない。信長様にくじを渡されて、それで赤か黒か、そうやって決まったんじゃ。わしは黒より赤の方が好きじゃねえんだわ。じゃから格上でも格上でもないか。さようでございます。どなたは。さようでございます。よいか。もらいの剣にしかり、わしばかりが手柄を取っておって虻川に恨まれるでな、わざと戦まであのよ。しい様。なんで悔しがっておられるのですね。そうじゃ、悔しいわ、悔しいわ。わしもまだまだじゃの。報わせて先走るとは、わしにもなりませんのような冷静さがあれば、もっと武勲を上げられるのかもしれんの。確かにそうですな。何を生意気な。我が軍には佐祖様のような武将も必要です。ですが利家様のような情熱があればこその織田軍、そう思っております。わしにはこの槍に魂を込めて振るうことしかできん。それで良いではありませんか。我らが軍は十人十色、誰一人として同じものはおりません。それぞれがそれぞれの持ち味を出し合ってこそ。十人十色、それが我が軍の強さか。さようにございます。京都、次の戦どちらが武勲を上げられるか勝負じゃ。はっ。次の戦絶対に負けん。正体は現世によみがえる師匠宮に寄り添うて生きていきたいと考える。それこそが現の演武の心。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に使うことをここに祈る。皆の者、負けるでないぞ。勝利の前祝いじゃ。立ち時をあげよう。はっ。名古屋とここに集まりし宮にの明るい未来を願って勝ち時じゃ。それえいえいおえいえいおえいえいお。我らはここによみがえる。我らはこの地帯を切る。皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜もうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。Thank you.
我らは全員で10名で活動しておるわけじゃが、このように毎週土日祝日はパフォーマンスなるもの、演舞というものをやっておる。さあ、そして我々名古屋おもてなし武将隊、この名古屋を世界一の観光都市にいたすべく蘇ったわけじゃが、なんと全国にも30以上の武将隊あるんじゃな。ということで、はい、南は大分から観光で参ったよというものを手を挙げて。あ、お早かった。では慶次郎は、ものすごい早かったな。あそこのお名物も一体もう、あそこ演舞しながらずっといつ声かけようかなと思ってたんですよ。シャンクやってくれよ。もう聞かないようなこと言ってるんじゃ。映画そうですので、では聞いてまいります。よし、じゃあ姫君たちどっから参った。福岡から。福岡、博多、遠藤はるばる。ああ、この博多か。お、まさに博多だと。今な、博多なのはいいけれども、ものすごい、わし友達じゃないのに初めて当たる、こうやってやられるから現世のもの、これ流行っとんのか。苦しいなぁ。あれはですね、はい、敵を一人撃ち取りましたね。違うよ。そういう合図。そういう合図。なるほど。違うね。そうやった。2人で聞こえてるもんな。で、3人で聞こえだろ。それはそこは。で、4人で聞こえ。あの、異国では悪いこういうでも主因になってしまうからやめてくれ。あ、よし、エブリー来てくださって、いや、博多からようこそ。ありがとうございます。観光でやってるものも多いんですな。そうだな。なるほど、じゃあ自分探しの旅で名古屋来たよ。いや、あげづらい。うわ、もらった、来たよ。自分探し今いましたか。あ、よかった。いやー、ここじゃ何も見つからんよ。こっちも扱いづらいだな。やめとこう。声かけづらいです。そうっす。そうだな。他にも観光で参ったものまだまだおるじゃろう。はさあ、ということで清和さん、誰か観光で参ったものを開けてた。遊びに来たよって。まあ、そうだな。あれ、おらんか。いや、おりますよ。あ、どうしよう。ここもおるし。どっから。札幌から。こちらは兵庫県。兵庫。距離が明石。明石じゃない。形がどうことある。ありがとうございます。私はいろんなとこに遠征を行ってるけど、札幌も行ったことあることあるんじゃ。なるほど。じゃあどちらが寒いんじゃ、こちらと。え、札幌の方が寒い。負けたー。清正。負けるじゃん。勝てんじゃろって。やべ、向こうはね、兵庫県は自慢の城がござるだろ。さあ、行ったことはござるのかい。行ったことある。え、大阪行ったことある。あ、中東の城は姫路もあるよ。あ、ここわしの城だよ。もうやめとけ。何回ともいい。俺しか負けたもん。いやいや、お主よかった。はい、じゃあ。さあ、ということで。お主負けとる。失礼です。おかしいぞ、この旅は。さあ、ということでの、我ら名古屋おもてなし部署でこのように今全国から集まってくれとるものがいっぱいおるわけじゃ。そして、先ほども申したように全国には武将隊がたくさんござるということで、なんと2月の20日と21日に、全国武将隊大博覧会という催しを行うことが決定いたした。中部国際空港というところですな。セントレアというところで、そう、ここでなんと合同演舞なるものをな、いわゆるこたびやった演舞パフォーマンスなるものを他の武将隊とこう混合でやったりだとか、他にもいろんな企画をな、合同の企画用意しとるので、ぜひ皆に来てほしいということじゃが、はい、さあ、そんな催しをさらに盛り上げるべく、なんと総踊りという踊りがあるんじゃな。いわゆる我らのテーマソングのようなもの。さようですな。そうじゃ、これはみんなでみんなでやろうかなと。これあら、あんまり。いやいやいや、これどういうものかわからないっていうだけでございます。あー、なるほど。もう、浸透してるかと思ったら。もう浸透してるから。いや、大丈夫、意外と知らん。じゃ、みんなやっていこうか。いやいや、これは首が少なげてんじゃん。これ首少なずに行こう。これはさあ、では啓次郎は指導。酔い祭り、酔い祭りじゃない。酔い祭り。酔いではございません。酔いでは。だいたい夕方ぐらいまでですね。はい。総踊りをな、今からリクチャーなるものをしてまいるから。はっ。では、神宮祭隊は戻ってまいれ。よし。では、我らの神宮祭隊、こたびはどちらが行く。夏が行くか。じゃあ、夏が皆々に簡単に踊りのリクチャーなるものをいたすので、はい、皆々ぜひ、
体寒いからな、参加して体温めてくれ。はい、ぜひともお願いいたします。さあ、では松屋、やってまいれ。はい、あ、前を失礼いたします。よし、では皆様、両手をパーにしてご準備くださりませ。ありがとうございます。私たちを鏡のように見ていただきまして、同じ方向に動いてくださりませ。して隣の方にこうぶつからないようにお気をつけくださりませね。では振りを伝授してまいります。では鏡のように動いてくださいませね。ではまいります。まずは左、次右、左、真ん中でパチン、次逆からです。右、左、右、真ん中でパチンでございます。ここ大丈夫ですかな。良さそうじゃない。大丈夫そうですね、うん、飲み込みが早いんですね。さすが若、さすがもう若さでございますね、これは。じゃな、はい、400超えとは違うな。大変ございましたまことに我々全員400歳超えておりますので、申し訳ございません。ちょっと覚えが悪いんですがね。皆様さすがでございます。では次の振りに移ってまいります。次はグーにしてご準備くださいませ。このグーを、ではまいりますね。左、右、うん、こうさ、はい、でございます。大丈夫ですか。ここ一回うんって止まるのがミソでございますのでね。ここうんって止まると後でぐちゃぐちゃってなって、あーってなりますから。ではもう一度参りますね。ちょっと難しいですから、グーにしていただいて、左、右、止まる、こうさ、はい、でございます。おー、さすがでございます。2回目にしてですね。2回目で早いな。早いです。みんな早い、誠に、はい、素晴らしい。ではここから、このパーにしとるところからグーのところまでつなげてまいりたいと思います。ではパーにしてご準備くださいませ。ではまいります。せーの、左、右、左、真ん中でパチン、右、左、右、真ん中でパチン、左、右、止まる、こうさ、はい、おー、さすがでございます。やばかった、上出来、はい、ありがとうございます。わからんくなったりしたらですね、手拍子で盛り上げていただいたり、美少女もお手本にしていただければと思います。これもおじき、お、本番行っていいんではないですか。なんじって本番に、本番でいいんじゃないですか。いや、確かに小さなお子もな、積極的に参加してくれとるし、はい、思いがいいぞ、こたびは。ありがとうございます。さあ、では早速始めてまいろうか。はい、の、我らも踊るで、みなみなも一緒に踊ろうということでな。では、清正や、は、覚醒器を持ったな。は、それでは、かけてまいりましょう。よし、それでは、全国武将隊大博覧会演総踊り始め。さあ、まずは前奏から入ってまいる。すぐに旅に入ってまいるような。それまでは手拍子で盛り上がってまいろう。さあ、そして太鼓も入ってくるから一緒にやってまいるものじゃ。さあ、ここでぐっと気分を盛り上げて、さあ、そろそろできてまいるぞ。3、2、1、はい、左、右、左、バン、右、左、右、バン、左、右、こうさ、はい、左、右、左、バン、右、左、右、バン、左、右、あ、こう、こうさ、はい。さあ、これあと2回繰り返してまいる。左、右、こうさ、はい、左、右、左、バン、右、左、右、バン、左、右、止まれ、こうさ、はい、はい、である。さあ、ここからは少し曲調が変わって別の振りに決まる。はい、ここ先生だけ、ここ先生だけ、ね、あ、でも手拍子をみんなでやってほしい。でも手拍子以外は先生なんで、でも一緒にやれるよというみやみやはやってもらっても結構。右、手を開いて4回叩いてまいる。神様にお願いするときは2回。さあ、ぐるっと1回腕を回して左でパチン、はい、右にぐるっと1回回して右でパチン、はい、左でパチン、はい、右でパチン、真ん中でパチン、そして最後にもう1回やらない。左ぐるっと1回回して、同じ振り、右へぐっと1回回して。さあ、これはな、あの戦国時代かつてあの忍者の合図としてな使われていた暗号を元にしたものである。嘘じゃん。さあ、左に曲が変わった。雲の流れのように前政権的、さあ左に流れた、この、あ、西風吹いた、あ、後ろに来た、さあ南風吹く、さあ南風吹くは攻めの合図として使われていた。これは本当です。右に押し出す、左にグッと出だして、はい、下手投げ、
して、ぐっと手を上に押して。最後でさ、最後まだ終わりじゃない、ランザラストロスケそれが本番に言ってないそこまで壊れてなかった大丈夫じゃん顔色一つかいな、このものはいやー、みんな誠のもののみだ、いや完璧でしたな、みんな完璧だった、まあ、これは、そうですね、2月の、先ほどの大博覧会縁というものはですね、そうそうそう、2月の20日と21日に中部国際空港で行われまするが、こちらの踊りはもう一番大締め、21日の最後に踊られるということで、うん、ぜひ、観光のものであれば、特に通りすがるものもいるかもしれませんので、飛行機待ちの間なんかにも。これ見たらぜひ援軍でこれ入ってくれな。さようでございます。あ、いたんだなっていうのが分かりますね。ぜひに、こちらの催しも、そして検索も。さようじゃ、現在のからくりで、ツイッターなるもの、これで無償博、ハッシュタグと検索すれば、もう無償隊の博覧会盛り上がっとる、みんなも参加できるということで、ぜひ参加いたしてくれ。よろしゅうを頼みます。よろしゅう。さあ、みなみありがとうございました。さあ、ということで、ここで拍手をされてもらったは、みなみな帰ってしまうから、その次のこと。さあ、ほしたらは、せっかく5名おるので、これで陣形を組んで、みなみなからくり機、写真機持っとるかな？写真機で我らの姿を収めてもらおうと。これ、ここを設ける。さあ、ではみなみな、真ん中へ、集合いたすか。よし！帰ったぞ、早速。待て、早いぞ。帰るのが早い。帰ってないな。正面に移動したんだな。正面に移動中。さすが。優秀。さあ、ということで、まずこちら側の者たちから写真撮ってます。はっ。では、みのみな、写真機の用意をいたせ。さあ、では参るぞ。はっ。じゃあ、刑事を数える。はっ。5、4、3、2、1、ではこれにて。よし。さあ続いて正面。では参ります。5、4、3、2、1。ではこれにて。よし。さあ続いてこちらが最後じゃ。さあ準備は良いか。参るぞ。5、4、3、2、1。ではこれにて。よし、チートだけ早くなったけど、よし、じゃ行かそう。いやいやいや、みんなたくさん取ったら消せばよいで。そうじゃな、もうな、今言うことじゃないかもしれない。おはようございますか。さあ、ということで、この後は、諸門の武将と皆々で写真を撮れるという国を設ける。さあ、そして刑事は、はなんと先に帰るんじゃね、今回な。ただ帰りはしません。午後から演武をわしとトーマは参陣するんですが、都内では別の戦場があるということで、わしとトーマはこの写真撮影会になるものに参加ができないということで、おじきと西郷さんの故に刑事郎ともし写真撮りたきものおったならば、14時半からもう一度ここで演武というものを行うので、そのうちに刑事諸門の者、ぜひ来てくれと、こういうことじゃ。さあ、そして、わしと清正が写真を対応してまいるが、この西の丸の区間でやるゆえに、まず、この横に並ぶか。そうですか。ゆえに、清正とまず撮りたきものが移動しようかな。清正では行ってまいれ。で、清正の撮りたきもの、清正の